になりました。ではイラク上
性命还有宁可掉眼泪也不漏嘴。懂吗？我懂啊。不、哦、懂。瞧这丫头。瞧你们这爷儿俩。妈，我有事再说。这份密电码落到白山游击队手里，与我们帝国是大大的。哦，如果这份密电码落到白山游击队手里。
烈马落到百山游击队手里，与我们帝国是大大的不利。American football. American football. Education. Art galleries and museums. Art galleries and museums. American football. Education. Education. American football. Education. Art galleries and museums. Art galleries and museums. American football. Education. Art galleries and museums. Art galleries and museums. Education.
何したてめえ。何やどこのガキ。打ち当てといてからに我々因縁つけんのか。ああ
1949年10月1日，毛泽东主席在开国大典上宣读中华人民共和国中央人民政府成立公告。同胞们，中华人民共和国中央人民政府今天成立了。毛泽东为中央人民政府主席，使得刘少奇、孙庆云、李济深、张澜、高岗为副主席，陈毅、胡兰、伊丽莎、林白子、叶新仁、吴祥云、林彪、陈德华、刘伯承、吴玉章、李向平、文珍、胡一波、田文森、周恩来、邓锡武、翟虎斌、姚少石、陈嘉庚、卢文衡、陈树芬、吴南虎、李特林、蔡昌、刘泽民、马英九、陈文、唐森、林辉、马启南、卢沐友、杨文仪、范小平。4時になりました。では2月情勢についてお伝えします。アメリカ、イギリス、フランスの3カ国合同軍が13日より日本時間の今日午前2時過ぎからイラクに対する攻撃を開始しました。4時になりました。ではイラク情勢についてお伝えします。アメリカ、イギリス、フランスの3カ国合同軍が13日より日本時間の今日午前2時過ぎからイラクに対する攻撃を開始しました。
日毛泽东。